ご視聴ありがとうございます。葵です。この動画は以下のようになっています。以上のことを踏まえ、これからの動画をお楽しみください。キミキスの舞台、キビナから戻ってきた葵です。何を言っているか？わからない視聴者様の皆様。該当欄に私が転生して楽しんでいるキミキスの動画を載せておくので、もしよろしければご覧ください。さて本編に。この日のパナソニックスタジアム浦和レッズ戦以来なのですが、その日に比べてとても涼しかったです。本当に暑かった夏がようやく終わって、秋が到来した感じです。ただもう一枚上着がいるかなと思うと、そこまでは寒くない感じのお天気でした。あと、この日パナソニックスタジアムで献血が行われていました。ガンバ大阪の OB の木村さんやキム・ジョンヤさんがアピールにパナソニックスタジアムを歩いてたのを見かけて少しびっくりいたしました。黒川選手のポスターがとてもかっこいいですよね。献血、また機会があればぜひとも参加してみたいと思っています。そして、パナソニックスタジアムのメインスタンド側の G ステージの近くに大きなピカチュウが座っていました。中にはいることはできませんでしたが、ちびっ子たちが喜んで写真を撮っているのを見てほっこりといたしました。ポケットセンター大阪から遊びに来ていたピカチュウやミャオハたちには会えなかったのは残念でした。またこの日からスタジアムメイン側場外に場外大型特設グッズショップを出店されていました。入るのに並ぶぐらいでとても大盛況で、改めてガンバ大阪の人気の高さを知ることができました。今回の試合の開始時間は午後5時だったので、晩ご飯の時間には早かったので、今回はアイスコーヒーを注文いたしました。ただ、試合が終わるとお腹が空く時間なので、次回の札幌戦、ここで食事を取れるように調整していきたいと思っています。コーヒーを堪能して、いつもの自分の席に。曇っていますが、雨の心配がなかったのが本当に良かったです。そういえば今日の対戦相手は東京ヴェルディ。私は2013年の後半からガンバ大阪のサポーターになったので、ガンバ大阪の対戦相手としては初めてでした。東京ヴェルディもパナソニックスタジアムは初めてだったと思います。多くのサポーターたちが来られていて、迫力ある応援でチームの選手を支えていました。
半から3バックの東京ヴェルディの守備の硬さに苦戦するガンバ大阪。東京ヴェルディの攻めにファウルで止めることも多く、セットプレーで危ないシーンも何度もありましたが、前半は 0-0 で、後半宇佐美貴史選手のパスからダワン選手が豪快のゴールを決めてガンバが先制。靴を磨くパフォーマンスを見せてくれました。この後東京ヴェルディの攻めをしのいで、あともう少しってところまで行ったのですが、アディショナルタイムに失点。一昨年、そして昨年に何度見た光景、悔しくて仕方ありません。あと少しで本当に久しぶりの勝利が見えていたので。次回は先ほども言いましたが、台風で延期になったセレッソ大阪との大阪ダービー、仕事が終わってから長谷さんちの予定です。ここまでのご視聴ありがとうございました。本当に感謝しています。